こんにちは、鈴木邦明です。今日は地震に備える人と備えない人、その差は丸々にあったみたいな、なんかちょっとツボにはまってしまった論文を見つけてしまったので、ご紹介したいと思います。まあ、ツボにはまってしまったっていうよりも、ちょっとどんな話かちょっと聞いてみてください。まずですね、これは都市型地震に対する一般家庭の食料の準備行動という論文です。仙台市のアンケート調査の分析なんですけれども、こちらにまず災害時の食料について、どういうものがあるのかといったら、一つは公的備蓄。で、二つ目は流通在庫。まあ、スーパーとかコンビニで売ってるってやつですよね。それと、あとは家庭内、食料在庫。まあ、この三つがあるよという話なんです。で、僕はもうこれからも公的備蓄に頼ろうと思うこと自体が、もう間違ってるんだよってことをもう口を酸っぱくして言っていくつもりです。僕は、2020年の2月4日から、カノエウシという、江戸に入ります。で、何度も言ってますけど、2020年の12月の、22日、グレートコンジャンクションってな、星の方向、話ですけれども、グレートコンジャンクションが起きて、本格的な風の時代に、突入しました。その二つのことから、私は来年、自然災害がおそらく起きるのではないかと、勝手に想定していまして、皆さんにも備えろ、自然災害だけではなくて、サイバーテロみたいなことが起きて、いろいろ食料が手に入らないようなことが起こりうると、そういうお話で、お客様にはとにかく備えてっていう話をしております。それで仙台市のでは、マグニチュード 7.5 の地震が来ることを想定しています。で、その人口は仙台市108万人ぐらい、その当時ですよね。そして、その一方で、これ見ていただいて分かると思うんですけど、備蓄食料は19万人分、ですから6件に1件、61が6、6個、54、114、少なくとも5人に1人分しかないってことです。それも1日分です。これでなんとかなるのでしょうか。これを当てにして、全国からこれピンポイントで仙台市だけが地震に受けたら、の被害を受けたら、全国から、それは食料届きますよ。でも何度も言いますけど、今想定されている、東南海とか、首都直下ですよね。その被害者の数は、東北の震災の確か20倍から28倍ですよね。そのぐらいですので、もうとにかく公的備蓄仙台だけでこれが現実なので、もう無理なわけですよ。で、それはこれからも何度もしつこく言いますけれども、でレトルト食品の使用頻度と備蓄っていう質問項目があったんですね。で、ここからいや、聞けばたわいのない話なんですけれども、レトルト食品の使用頻度ですね、レトルト食品の使用頻度が高いほど非常用食料を備蓄していなかったってことがはっきり分かったそうです。でですね、もう一つが、これもサプリメントの利用者への想定、サプリメントを利用している人が食料備蓄を、しているかどうかっていうことをまず想定したそうです。で、おそらくこの、論文を書かれた人たちはおそらくなんだけれども、日常の食生活や栄養摂取等に対する低い関心や意識により、サプリメントを飲むっていうのが日常の食品とか栄養を考えてないからサプリメントを飲んでるんだろうと。だから結局は、災害時の食料や栄養摂取に対してもきっとでも無防備だ。つまりもう一回言いますね。サプリメントを飲むような人は食事をしっかり作らないから、面倒くさいから飲むんだと想定したそう、この人たちは。
だから結果的には災害時のことなんかも、きっとで考えてないだろうっていう想定で、アンケートを取ったんだそうです。そしたら、結果はもう想定と逆で、サプリメントを使用している世帯ほど優位に非常用食料を備蓄していたそうなんです。まあ、これ、私流でもうはっきりまとめさせてもらいます。もう一回、確認ですね。レトルト食品を取っている人ほど、食料を備蓄していない。そして、サプリメントを使用している人ほど、非常用食料を備蓄していた。で、私流に言い換えちゃうと、まあ、レトルト食品には、植物油脂とか入ってますから、基本。入ってないのを探す方が絶対め、難しいですから、言っちゃいます。サラダ油を取っているほど頭の働きが悪くなっていた。そして、サプリメントを使用しているほど頭の働きが良かった。だから、まさかの想定に対して、備えた、これが私の結論です。短い動画ですが、本心でそう思ってますので、おそらくですけど、私が直接、今でも相談、ね、電話で、電話とか、直接来店で、つながっている方々の、備蓄は、多分少ない方で2週間だと思います。大体の方は1ヶ月分以上、備えていると思います。少しですけど、私も、サバ缶とかイワシ缶とか缶詰だけで600缶以上ありますし、玄米餅は多分1ヶ月分ぐらいありますし、日本そばも1ヶ月分ぐらいあります。で、水も、12リットルのタンクが、常に8と6あるから14だから200リットルプラス、このぐらいの 2リットルのペットボトル 1.8 のペットボトルかな、あれが、4箱だからどのぐらいですかね、12本として48、100リットルぐらい。だから水も300リットル以上を楽にあります。だから1ヶ月は余裕だと思います。まあ、あとは本当、うちはちょっと恵まれてて、駐車場のところから井戸水が湧いてるので、それをトイレ、まあ万が一、断水になってもトイレの水として使うっていう形で、います。うん、ですから、まあ、その意味でうちは恵まれてるんですけど、まあ、言いたいのは、とにかく、僕らは地震のリスクから逃れることはできないので、うん、で、地震になっちゃった、サイバーテロが起きちゃったって言ったときに、それが起きちゃうってこと自体は僕らにコントロールできないので、で、起きちゃった後のコントロールは僕らにできますので、ぜひ皆さんも、まあ、私のように600巻がバカだと思うので、魚好きだから、できたことなんですけれども、毎日食べてるのも飽きないもんですからね、私みたいなバカなのは無理だと思いますけど、せめて僕はやっぱり1ヶ月ぐらいを目標にされるのがいいのかなと思っています。缶詰だったら2年ぐらい何ていうんですか、保存期間がありますので、賞味期間っていうんですか、ありますので、1ヶ月用意しておいて、チート使ったらまた買ってって、そういう形で、食べていけばいいわけですので、できるだけ、備えるようにしてみてください。まあ、言いたかったのはこういうことだので、はい。今日の話は以上です。ありがとうございました。